はいどうもレッドスターと申します。今回もストレージから買ったカード紹介していくんですが、今回はこちらですね。1番目がドラゴニックカイザーバービリボンザーブラッドかな、なってるんですが、このストレージで見つけたこのスリーブに入ってるこれなんですけど、トライアルデッキのカードでほとんど構築されてた、多分デッキ丸ごと、ストレージにぶち込まれた感じですね。はい、見つけてきたんで、まあ、簡単に紹介しようかなと思います。今度からこのナルカミのこのデッキも、当時の環境、多分リンク上か入らないあたり、多分アジアサキット編ぐらいのカードなので、まあ、それを強化したりしていこうかなと思って買ってきました。なので今度から今ギアクロープラスこいつら強化しようかなと思ってます。はい、ドラゴニックカイザーバビリオンザブラッド、これブースター9段のカードですね。リミットブレイク5っていう結構重たい効果持ってます。はい、まあ、こいつ多分 3,4 枚いるんだろうな。はい、で、これが元のドラゴニックカイザーバービリオン、これが3枚ですね。ブースター6段かな、獣王爆心だったかなのデッキのやつですね。デッキじゃないブースターのやつですね。はい、サンダーブレイクドラゴンですね。これナルカミのカード、これは3枚トライアルデッキの表紙のカードだったかな。はい、アーマーブレイクドラゴン、これが2枚ブースター11段、黒輪爆砂の手前ぐらいかな、だからリンク上かちょっと前のカードですかね。はい、で、四電一線の陣、これトライアルデッキ、シールドブレッドドラグーン、これトライアルデッキ、そうだね、はい、こちらの4枚、サンダーストームドラグーンもトライアルデッキのカード、ブライトジェットドラゴン、こいつもトライアルデッキ、ドラゴンモグ金閣、こいつブースターのカードですね。これブースター6段か。はい、シップジンライジン、これトライアルデッキ6、レアのカードかな一応。はい、ドラゴンダスタージューリア、ブースター11段か。はい。のカード。リザードソルジャー、リキ、4枚。レッドリバードラグン。まあ、バニラのグレード1は重宝しますよね。はい。で、ドラゴンダスターライライ。これなんだっけ、サンダーブレイクドラゴンをブーストしたらコストを払って、バトル中ブーストプラス5000と。はい。これはソウルブラストかな。はい。希望のイカズチヘレナ、これトライアルデッキ、こいつもか。はい、電光石火の陣、トライアルデッキの1台、トライアルデッキのグレード1、ワイバーン輸送兵団、ほい、こいつ見たことあんな、なんだっけ、独身の陣かな、クリティカルトリガーでブーストできるカードか。はい、スパークエッジドラゴキッド、こいつらはそうか、ブースターのカードが、ブースター6とブースター9段のカードですね。はい、オールドドラゴンメイジ、トライアルデッキのカード2枚、イエロージムカーバンクル、このトライアルデッキのカード4枚、スパイアイワイバーン、こいつはブースター16、あーこいつあれじゃん、イレイザーかなんかじゃん。はい、なんかやけに新しいカード1枚入ってるな。はい、セイオーボ、トライアルデッキのヒールが4枚と、風白同時生えてトライアルデッキの、スタンドトリガーが3枚ですね。はい、というようになんかちょこちょこと強化したようなデッキですかね、昔のやつを。はい、といった感じです。まあ、こいつをまあバーミリオンの型にしていくか、ここにあったなんだっけ、イレイザーの型にしていくかで、ちょっと強化していこうかなと思います。はい、またギアクロとこいつを強化していくような感じになっていくので、またあのストレージからカード拾っていこうかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。またあの結構、ブックオフの方がストレージ充実していたので、そちら買っていきます。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。